うです、えー、今日はね学長おすすめの読書法について話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました、えー、学長は本の読み方はどのようになさっているのでしょうか 私は本とマインドマップが好きなのですが読むたびにマインドマップを書いてしまい時間がかかってしまいます、えー、半分くらい書いてる途中で読む勢いがなくなって終わってしまいます読書の方法は昔から試行錯誤しているのですがなかなかいいメソッドが見つかりません学長の読書法を教えていただければ幸いですってことでね、えー、もう一名いただいて学長は毎月何冊ぐらい本を読んでいますかってことでねこの読書法については結構聞かれることが多かったんでね解説していきたいと思います、えー、あくまでね、まあ、僕のやり方ということですけど、えー、まずね回答からと目的による けどざっくり言えば、まあ、併読と乱読になりますかね。まとめたりとか、ノートは取らないと。そもそもの読書の目的を考えることが大切ですと、えー。読書数は月にもよるんですけど、今は平均5冊ぐらいですかね。多い月だと50冊以上読んでた月もあるんですけどね。で、えー、読む数とかね、えー、本の数っていうのは目標には特にしてないですね。たくさん読んでると、いい本とかね、早くわかるようになってくるんでね。でもう少しこう具体的にあの解説していきたいと思います。 まずそもそも読書の目的なんですけど えー、いろいろあると思うんですけどそもそも読書の目的って何なのかっていう話ですよね、まあ、知見を広げる見分を広めるとかね、まあ、知識を得ることができるとかいろんな人の人生ね、えー、著者の、えー、人生を知れるとか考え方を知れるとかゼロを1にするとかねもしくは何々するためにとかいう人もいますよねお金儲けするためとか出世するためとか資格を取るためにとか読書をするとかねあもしくはあの趣味の人とかあの面白いとか楽しいとか、まあ、漫画読んでるとかもうその時間好きとかね、まあ、いろいろあると思うんですけどその読書そのものがあの目的 ででではなないいというとうころですその先が大事なわけですよね何のために読書をするのかゴールはどこかっていうことが大切だともちろん趣味でねその時間そのものが楽しいとかだったらね、まあ、それが目的そのものになったりするんでしょうけどおそらくねその質問者の方があの漫画の読み方とかは聞かないと思うんですよね。 で知見を広げたりとか、まあ、自己成長のための読書、えー、どうしていけばいいのかってことで、まあ、その聞かれてると思うんでその辺を想定して話しますとなんでそもそもの読書の目的を考えてみると、えー、いいかもしれないですねと楽しみたいだけなんだったら楽しくなるように読めばいいしね見聞を広めたいんだったらランとか軽く立ち読みでスタートでいいかもしれないし えー、技術等の探究とかね、えー、スキルを磨くとかなんだったら読み込むのがいいかもしれないしね、その人の考え方を知りたいとかだったら僕も何冊もこう読み込んだりとかいうのもあったし、えー、稼ぎたいんだったら稼ぐ思考とか、稼いでる人の本を読み込むとかね、もしくは何かを変えたいんだったら、合う本を1冊ね見つけてすぐ実践すると、本じゃなくてもいいですよね、YouTube であったりとか、まあ、Twitter とか何でもいいんですけど、ネットの検索で見つけたものでもいいんで、あの10冊ね読み込んだけど、ね、結局何も変わらなかった、綺麗にまとまったけど何も変わらなかったっていうのと、読んだ本は一冊なんだけど、 行動して変わったって言うんだったらね、えー、そっちの方がいいわけですよねだからやっぱりそもそも論で読書の目的を考えてみましょうとまずはそこですよね何のために読むのかっていうところでね で、えー、僕自身の読書の目的なんですけど僕自身は読書をすることであの人と、ね、話すネタになったりとかあの書く時の言い回しとかにつながったりとかね、もしくは言葉選びの選択肢が増えたりとかあと知るっていうことで自分自身も助かるし僕の周りも助かったりとかね、まあ、それが楽しくて、まあ、読書をしてるってことになるんですけどあのここで難しい問題がねとはいえこう目的が決まったとしてもねどの本が目的に合うかがわからないんですよねここが難しいところですよねじゃあ稼ぎたいとかねまあなんかいろいろあると思うんですけど その目的に応じて目的は決まったのはいいけど読んでみるまでこの手法がわからないとゴールに向けての手法を取らないといけないんでまず目的を決めて、えー、読書どんな本を読むかとかどういう風に読んでいくかっていうのを決めるんですけどあのこの本っていうのは読んでみるまでわからないわけですよねだからここが難しいと目的に応じた手段を選ぶんだけどこの手段自体が読んでみるまでわからないっていうねだからこの、えー、どうしたら効率的に読めるかとかね まあそういうところを聞かれてるんだと思うんですけどね。えー、なんで、えー、学長のおすすめの読み方を教えますとね。えー、おすすめの読み方をします。まずね、本を机の上に置いて,た机の上に置い,ていただいて、であの手のひらをね、表紙にかざしていただくんですね。こう。で、強くまず念じると。必ず読み切るぞみたいな。 えー、俺はできるぞみたいなね。強く念じてもらうと。それから読み始めるんですね。そうすると、こう、不思議とね、スーッとね、こう頭の中にね、全く入ってこないんですよね。<laughs> 怒られますね。<laughs> あの、冗談を置いといて、まあ、もうちょっと真面目に解説したいかなと思います。あの、学長の読書法をね、ちゃんとした方ね、えー、やりたいなぁと。まず、目次をザーッと見るんですよ。目次をざっと見ると。えー、で、 えー、なんとなく、あこういうことが書いてるんだとか、全体像を把握するっていうかね、これで大体予測がつくんですよ。自分の目的に合ってそうな本かどうかとかね。だから本屋さんとか行ったとしては、まず目次を読むんですよ、全部ね。あのよく本読書苦手っていう人とか、とにかく読んで全部きれいにまとめて理解しないとっていう人は、全部1から10まで全部読もうとするんですよね、えー。そうすると時間も足りないし、結局なんか面白くなかったなとか、途中で力尽きちゃったりとか、そうするんで、まず目次を見るんですよ。全体でこの本はどういうことを書いてあるのか。 っていう全体図を把握すするんですねでまだいいたそれで予測がつくと最初のあのの最初の数ページのところに目次って書いてますよね初めにとかの後とかね前後に書いてると思うんですけどでその後全体をねパラ見するんですね、えー、この実際に本文のところ読んでいくんですけどいきなり全部1から順番に読むんじゃなくてちょうどこの見出しとかねセクションっていうんですかね太字になってるところですよねここを今度読んでいくんですね でここで大体本の概要がつかめると。まず目次全体を読んで、で気になるところっていうのを、気になるところだけでいいんですよ。気になるところだけでいいから、先にこの見出しとかセクションのあたり、太字になっているところを読んでいくんですよ。で読むって言っても全部読むわけじゃなくって、その見出しとかセクション周りって言うんですかね、えー。セクション、見出しが始まって、その何行かをちょっと読むみたいなね。 で、気になるところだけ読んでいくと。そうすると、これぐらいだったら、本当にあの10分とかあればね、読めるんで、ざーっと読んでいくんですよね。これで大体もう本の概要っていうのはつかめるんですよね。どういうことを話してるかって。で、そのタイミングで合わなさそうなんだったら、もうやめちゃうってうことですね。やめちゃうと。で、あの読む必要がないっていことですねで。で、気になったとこ以外、読まないっていうことですね。 あの想像ができるところってあんまりね読まなくてもいいんですよ。新しい情報ってあんまり入ってこないことが多いんで、例えばなんですけど、まあ、自己啓発本とか社長のストーリーとかだってね、本当にその社長のストーリーが知りたいとか、あ興味があるとかいう人は読んだらいいんですけど、まあ、大体ね、あのこんな学校行っててとか、まあ、ちょっとね、ストーリー、よくありがちなストーリーとか、あのもしくはもう知ってる内容とか、大体こういう想像つくところってあるじゃないですか。でいっぱい本読んだりとかしてればしてるほど想像つくようになってくるんですよね。だいこここの辺はこうこうとうと喋ってるんだなとかその全 前後の文脈とかで、ね、特別、突拍子もないこと出てこないなみたいな、よくあるような内容ですよね。まあ、自分がふーんとかもう、へーって思うぐらいの、まあ、内容ってことですね。その辺はあの別に読まなくてもいいと、飛ばしちゃってもいいってことですね。逆に、わからないとか、え、それどういうことみたいなあ、なんか目次で書いてあってね、えそれどういうことあ、そこが知りたいとか、ちょっとどういう意味かよくわからないとかね、そういうちょっと気になるところだけ読んでいけばいいってことですね。その方が記憶に残ると。 で、えー、読んでいくことになるんですよね。で、途中で面白いところを見つけたら、 えー、メモとかね、マップでまとめる代わりに、えー、スマホのね、スクリーンショット撮りますね、僕は本の。本で本を読んでるんだったら、こうスマホでカシャッとね、写真撮りますね。気になった箇所だけね。で、これだったら早いしね、不要なら、えー、消すだけですね。これをやる意味っていうのは、読み終わった頃に忘れちゃうからですね。えー、で、まあ、振り返ると、あのまず目次をざーっと見て、その後全体をパラ見してね。で、今度は気になったところだけ読んでいくと、えー、いうことですね。気になったところとか、想像できるところは、こう最初から順番にね、全体 パラ見した後にに実際読んでいくんですけど一番最初の方とかもうここはだいたい前後の文脈で分かるななんとなくこういうこと書いてるんだなって想像ができるところっていうのはどんどん読み飛ばしていくってことですねで、えー、気になったところとかだけ読んでいくとそうすると結構効率いいんですよねで途中で面白いところを見つけたら、えー、スクリーンショット撮ったりとかね、えー、写真をカシャと撮ったりとかね、えー、メモとか撮ったりとかマップにまとめてるとすごく時間がかかっちゃってそれだけ力尽きちゃうんであのこういう風にやっていくと で、これをやる意味はあの、読み終わった頃に忘れちゃうんですよね。あの、結局、読み終わった頃に、あ、すごいいいこと書いてあったな、面白かったなってなるんですけど、あ、何書いてたっけみたいな、あの、あの、あれみたいになっちゃうから、だからまあ、読んでいく最中に取っていく方が結構おすすめでね、後でまとめてやろうっていうより、あ、ちょっと興味あるな、こことか、あ、ここいいこと書いてあるなとかなったら、カシャカシャみたいなね、取、えー、っていって、で、えー、やっていくっていうので、最後、読み終わった後に、そこだけ、その、いわゆるそこが要点になるんで、その部分をまあ振り返るとね、いいかなと思います。で でそれ以外の方法というか、まあ、ちょっと小さいところとしては面白い本なんだったらね、えー、最初から順番に読み進めていきますよ例えば友達に紹介されてこれは絶対面白いって言われたものとかだったら、まあ、結構最初もうあまりこう目次とかはねざっとにしてもう最初から読み進めていったりしますしあの小説とかねストーリー性のあるものとかだったらね読み飛ばしていっててもなかなか難しいですよね、まあ、だから一番最初の世界観というかストーリー含めて楽しむものだと思うんで まあそういう場合とかだったら、あの最初から順番にもちろん読み進めていくんですけどね。暗記しないといけない本とかだったら、もう四角の本とかあるじゃないですか。それだったら、まあ前から読んだり、僕の場合後ろから読んだりとか、途中から読んだりとか、あ割とバラバラに見て最後通して読んだりとかね、結構そういうやり方するんですけどね、全体像をつかめるしね、その要点だけやるっていうのがなかなか難しいと思うんで、ただ、あの暗記しないといけない四角形の本だったとしても、全体をね、こうまず見て、あとは、あの最初は全体から見ていくっていうところは変わらないですね。あとは、まあ最初からやったり、ちょっとわからないところが ですすけど、えー、っていう感じですかねでその人の考え方について深く知りたいんだったらやっぱり何回も何回も読み込んだりとかしますかね最初の、えー、さっき伝えたねやり方でやるんですけど何回も何回も読み込んだりねちょっと時間置いてからまた読んだりとかすると結構深く理解できていったりとか咀嚼できたりするんでねボロ,ボロボロになるまで読んだ本とかも何冊もありますねで、えー、読むジャンルの選び方とかどんなジャンルの本読みますかっていうのもよく聞かれるんですけどこれはね本当にランですねあのバラバラです いろいろ読みますねあの。その方が頭に入るっていうか、まあ、疲れないっていうかね、飽きないんですよねで。気になった本でいいから、本当ジャンルは結構問わずでバラバラで読んでますね。で、何冊かの本、同時進行で読んでることが多いですね。閉読っていうんですかね。まあ、3冊あって、ちょっと1冊目読んでみたいな、集中力切れてきたら2冊目読んで、みたいなね、結構そういう感じで、何冊かこう、同時に読んでることが多いですね。 でまあ、だから机の上にも何冊か結構並んでるってことが多いですかね。で、必ず読破する必要はないと思うんですよ。質問者の方ね、結構読破しないといけないと思ってるところがあると思うんですけど、あの合わない本っていうのは、今の自分のチャンネルに合ってないってことでね、結構こう諦めちゃっていいかなと思ってて、僕自身結構途中でやめた本とかも結構あるんですよね。ざーっとまあ全体図は先に見るぐらいだったらね、あの読んだりはしますけど、結構全部は読んでない。1から10まで全部読んでないですよ。で、2割ぐらい読んでみて、もう最初のね、合わないんだって。 っったらもももう読破してててねね頭に結局入ってなないいいいんで読ままくてもいいと思います、ね、時間がもったいないんでねあの映画とかでも一緒なんですけど、まあ、もちろん後半から面白くなってくる映画とかもあるんですけど映画とかでもあるじゃないですかずーっとなんかこう見てるんだけど最初の20分とか30分ぐらいずーっと苦痛みたいなね後からこうどんでん返しで面白くなるパターンもあるんですけど全体で言うとやっぱり少ないんであのやっぱり時間ってね限られてるんですどうせ見るんだったら、まあ、映画だったらいいんですけど、まあ、どうせこう読書でねあの自分をこう高めるう ためにやってるんだったら効率いい方がいいい方がじゃないですかだから後からどんでん返しっていう本もやっぱりちょっと少ないんであのやっぱり映画と一緒でね僕は最初の方で合わなかったらやめるようにしてますねまあだからその全体像をつかむっていうのがすごく大事なんですね一番最初に話したりね楽しいなとか面白いなって思える本なんだったらあのから読めばね十分かなと。 で、そもそもの目的って記憶することじゃないじゃないですか。記憶はもちろん一つではあるんですけど、それそのものが目的じゃないですよね。読書そのものが目的ではないと。あの、自己啓発とかでね、まあなんか成功者の金言とか、まあストーリーとかテクニックとか、まあただただ記憶したってしょうがないかなって僕は思ってて。 あの記憶なんだったら必要な時にね、Google 先生に聞けば出てくるんでね、あの0、1、2っていうのはした方がいいんですけどあの、12するっていうか深く落とし込んでいくとかっていうのはタイミングが来た時でいいかなと思ってて、まずは少し知ってるっていうので十分かなと、まずはね、思ってますね。こう脳を耕すっていうか土壌を作るみたいなね、えー、でいいかなと思ってます。で、マインドマップとかにまとめてもいいんですけど、必ずまとめる必要はないんじゃないかなと思いますね。こうまとめることそのものが目,目的になっちゃいそうで、そうじゃないんでね。こう頭ではなくこう心で気を 記憶するみたいやっぱりね強烈にさっきぐらいのスクリーンショット撮ったりとか写メ撮ったりとか一回読んだりとかしたものってやっぱりどっかに脳の中で残ってるんですよねだからどこかでこう思い出したりつながったりするんでゼロだったらやっぱり浮かばないんですけど一回軽くでいいから読んどくとそれだけで意味はあるかなと思っててで本当に覚えてることってやっぱりこう頭じゃなくて心で記憶するっていうことですねそれだったらやっぱり忘れないんですよねこう心で記憶したことは忘れないとだから心で記憶するためにどういうことをするかって僕は結構人に話すんです 読んだ本のこととかあの学んだこととかをあの3人ぐらいに結構話すことが多くてまあよくねご飯友達と食べに行くって毎日のように食べに行ってるんですけどよくそういう場で今日こんな本読んだけどと結構雑談ですけどねあの話したりとか、まあ、教えるというか僕は話すという感覚ですけど話してみると結構なんかね定着するんですよまあアウトプットしてるってことになるんでしょうけどねでやっぱりね最初説明すると下手くそなんですよこんな本読んでこうでななんな何かこうまとまってないみたいなねでも自分が理解してないんだなっていうところもよくわかるしこれをね何人かに話 話していくとねやっぱりだんだん上手になってくるっていうかねなんかこう自分の中でも整理できてくるんですよねだからこう人に話す学んだこととか本に限らず学んだこととかを人に話すっていうのは結構ねあのおすすめしてますね、えー、でまとめと大切なことと、えー、なんですけどそもそも何のための読書なのかってことをやっぱりちゃんと考えると読書が目的読書そのものが目的になってないかとその先の目的が多分あると思うんでその先の目的を考えましょう、えー、で目的に応じた読書の仕方をするっていうことですねあの記憶をすることなのか とにかく知って世界を広げたいのか何かを変えたいのかとかねその人の生き方考え方について知りたいとかただ楽しみたいとかね目的によって読書の方法は、えー、変わってくると思うんですねゴールに合わせた最適な手段を考えようといつも言うことですよね読,者にか読書に限らずねゴールに合わせた最適な手段を考えましょうねってことですねとはいえ読書の場合難しいのが目的が決まってもその本の内容手段を知るためにその本を読んでるんですけど 読んでみるまで、あの、どんな内容かわからないわけですよね。手段を知りたいんだけど、その手段を知るためにも読んでみないとわからないみたいな。ちょっとこう難しい。時間がつったから時間を使うってことなんですけど。なんで、目次を見ようと。最初に全体図を把握するところからスタートしようってことですね。目次を見て、全体図を把握すると。そして、本文の今度実際目次の周りをパラ見していくってことですね。で、えー、読んでると、で、実際読んでいくと。そこからはね。 で、読んでる途中気になったところは、えー、スクショかね、えー、社名をするっていう、これをまあ僕は結構これが最近は好きですね。で、振り返りがてらに、えー、僕は人に話したりとか説明したりとか、まあ3人ぐらいに話すつもりでね、別々の3人ぐらいに話す感じで話すと、まあ誰でもいいんでね、あの上手に話せるようになってくるんじゃないかなと思ってます。整理できてきますね。で、そうやってこう読書とかをしていくと、だんだんとね、こう要点をつかむのがうまくなってくるんですよ。えー、全体像を見たら、この辺がこの本の寛容なところなんだなとかっていう のがずっとたくさん本読んだりとかしてるとだんだんね要点掴むのが上手くなってくるんですねそうすると短い時間で大きな成果が得られるようになっていくんですよね、えー、結局みんな時間は一緒なんで、えー、本を読むんだけど別にこう読むのが読むことそのものが速読とかもねあるんですけど読むことそのものが速くなるっていうよりかは文字を追うのが早くなるっていうよりは要点を掴むのが上手くなってくるっていうのが大事かなと思っててねあのただただこう読書で文字を追っていくだけっていうのはあまり意味がないかなと思ってねだから 今月、えー、何十冊読みましたっていうそのものにはね、まあ、あまりその意味はないというか、まあ、もちろんある程度入ってるからいいんでしょうけど。 まあそれそのものが目的じゃなくての要点をつかむっていうのが結構大事なまあこれがトレーニングになってくるってことですよねでえ最初はもちろんこれは僕のやり方なんで最初は個人に合う方法なんだったらいいんじゃないかなと思いますねこう一冊の本が人生を変えてくれるってこともたくさんありますからねただせっかく得た知識なんだったらその知識をね経験にして活かせるようにしたいですねあの学んで行動してね初めて本当の経験値になるとこれが街に行くになるっていうかねえいうことになるんじゃないかなと思いますえ楽しいね読書 ライフにしてくださいってことで、えー、今日もありがとうございました